はい、プレイボールどうも野球人です。巨人第1位戦力外5選手発表ということでございまして、第1位戦力外、通告期間ですね、始まっております。B クラスの球団が続々とですね、発表されているんですけれども、巨人もね、例外ではありません。今シーズン4位に終わっておりまして、レギュラーシーズン終了しておりますので、今回ですね、5選手の発表がありました。気になるところではございますが、早速見ていきましょう。どうぞ。はい。ではまず一人目ですね、見ていきましょう。エスタミー・グリエナ選手、来日3年目、育成選手ですね。出身地はドミニカ1999年5月27日まで23歳、183センチ、79キロ。ポジションは内外野、守りますね。で、内野に関しては一応ね、全部守れますが、ただ二遊間に関してはうまくはありません。基本的にはファースト。で、サードも守るという感じの選手で、近年はね、ファースト外野の起用が多いです。右投げ、右打ちの選手です。2016年アマチュア FA で MLB、入り今季年俸990万円、昨年年俸が1000万円ですね。はい、ウレーニャ選手はですね、メジャー経験はないんですけれども、巨人と2019年12月にですね、育成契約合意いたしまして、来日いたしました。で、そこからですね、結果出して2020年に、試合が登録に一度なったんですけれども、昨年のオフにですね、再び育成契約に戻ってしまったということでございます。で、成績見ていきましょう。2軍成績はですね、今季285打席、68安打、12ホーマー、45三振、32四球、打率が2割7分1厘、出塁率3割5分4厘、長打率4割7分4厘、OBS 0.828、BBK0.71 という成績でございます。はい、しっかりとですね、成績残していますね。めちゃくちゃ打っているわけではないんですけれども、OPS も 0.8 超えてますし、一発もあるということで、悪くはないんではないでしょうか。で、ウレーニャに関してはやっぱ打力は定評ある選手ですね。去年こそね、若干2軍成績も良くなかったんですけど、一昨年なんかもですね、非常にいい成績残しておりましたし、順調に来ているんではないでしょうか。それプラスですね、やっぱ年俸が安いっていうところもありますよね。1000万円以下の年俸と、育成選手とはいえですね、まだ23歳と、若いんですけれども、巨人にはフィットしていないっていうことでリリースになったのかなっていうふうには思いますが、ただウレーニャに関してはですね、他球団移籍の可能性も十二分にあるのかなっていうふうに思いますね。やっぱね、年俸と、二軍成績見るとですね、やっぱりマイナーリーグから引っ張ってくるよりも、ずっとね、こう、成績に安定感もありますし、日本にも慣れているっていうところ大きいですよね。巨人で、いたからこそですね、ちょっと上には上がれなかったんですけど、他球団であれば全然1軍の出場機会っていうのももらえるんじゃないかなっていうふうには思いますので、さらにね、今季イースタンで打点王も獲得しておりまして、箔もついておりますので、助っ人のね、選手なんですけれども、ちょっとね、候補、注目の選手でございます。はい、では続いて見ていきましょう。はい。続いて2人目はですね、黒田響選手、プロ4年目、育成選手ですね。出身地は福井県、2000年7月21日、生まれ22歳、183センチ、80キロ。ポジションは、セカンド、ショート、主に守っておりまして、右投げ、右打ちの選手でございます。2018年ですね、育成ドラフト4位指名で巨人に入団。今季年俸は275万円ということでございます。はい。黒田選手に関してはですね、育成選手ではあるんですが、ポテンシャルの高さっていうのを期待されておりました。特にですね、2020年に関しては、安倍二軍監督からもですね、坂本勇人の19歳の頃よりもポテンシャル技術は上ということで、絶賛されておりました。ただね、なかなか、怪我っていうのが多くて、二軍の主張すらですね、なかなかできないっていうのが続いておりました。今季に関しても、二軍ではわずか6打席、1安打、3三振、打率1割6分7厘、OPS0.333 という成績でございます。はい。黒田選手に関してはですね、やっぱ仕方ないというか、やっぱ怪我がちなのが痛かったのかなっていうふうに思います。本当ね、ポテンシャル高い高いと言われながらもですね、怪我が続いて、練習もね、なかなかできない状態っていうのが、続いておりましたので、プロ4年目育成選手で2軍でね、明確な実績もないとなれば、リリースされるっていうのは、正直仕方ないのかなっていうふうには思ってしまいます。ただですね、本当にポテンシャルはすごいっていうふうに、毎年言われております。したので、怪我せずにですね、順調に育っていく姿が見てみたかった選手の一人なのかなっていうふうには感じますね。はい。では続いてですね、見ていきましょう。はい。続いて3人目はですね、伊藤海斗選手、プロ3年目、育成選手ですね。出身地は山形県、2001年4月2日まで21歳。187センチ、88キロ。ポジションは外野、左投げ、左打ちの選手です。高卒から入ってきてですね、今年で3年目と、2019年ドラフト6位指名ですね。初めはですね、支配下で入ってきた選手でございました。今季年俸520万円、昨年年俸は540万円ですね。はい、伊藤選手ね、1年目からイースタンに38試合出場しておりまして、しかし去年は、わずか15試合のみの出場ということで、試合数が半分以下にね、減ってしまいましたと。まあ、ただ、打率は3割3分3厘とですね、まあ、少ない、打席数でですね、まあ、打ってはいたんですけれども、ただ、昨年のオフにですね、育成契約になってしまいました。まあ、高卒2年目の選手で、まあ、いきなり育成契約だったので、ちょっとね、びっくりした例だったのかなっていうふうに思います。今まではね、こう、怪我で育成落ちとかあったんですけど、まあ何にもなしに高卒2年目の選手が育成落ちっていうのは、まああんまなかったかなっていうふうには思いますね。で、今季から育成選手になったんですけど、成績は2軍では33打席、8安打、0ホーマー、3三振、1四球。打率2割5分8厘、OPS 0.604 という成績でございます。はい。というわけで、まあ今年の成績はこんな感じですね。まあやっぱそもそも出場機会っていうのが、今年もなかなか与えてもらえなかったのかなっていうふうには思います。まあ出れば、まあそこそこはやっぱ打つんですよね。なので、まあじっくりね、こう育ててほしいなっていうところもあったんですけれども、まあ今回自由契約、リリースということになってしまいました。まあやっぱ素直にね、シンプルにこう、かわいそうな立場ではあったのかなっていうふうに思います。伊藤選手に関してはね、こう、まあ高卒で入ってきて、育成すぐ落ちて、プレイしている時期っていうのも、こう大量に育成選手を巨人が抱え出した時とね、こう被ってはいますよね。まあ去年なんかめちゃくちゃ育成に落ちて、まあ野手っていうのもですね、まあ本当増えてしまったので、まあそんな中2軍の主張っていうのもままならない選手っていうのが増え出してきて、まあ伊藤選手はまあまさにですね、まあそこにぶつかってしまったのかなっていうふうには思います。まあある程度こう2軍でね、主張を重ねていれば、もっともっとですね、フィーチャーされた選手になった可能性はあったんですけれども、まあね、今回リリースということになってしまいました。はい、では続いてですね、見ていきましょう。はい。続いて4人目ですね。ピッチャーです。ダニエル・美咲選手。来日2年目。育成選手ですね。出身地は静岡県ですが、まあ、国籍はブラジルですね。日系3世となっております。1996年4月9日生まれ26歳。193センチ94キロポジションピッチャーで、右投げ左打ちの選手です。ダニエル選手2013年アマチュア FA で MLB 入り。ただメジャーに上がることなくですね、2020年に BC リーグ栃木に入って、2021年昨シーズンの8月に巨人と育成契約を結びました。今季年俸は440万円、昨年は400万円ということで。はい。まあ、ダニエル選手ですね、最速154キロ。非常に球は速いですね。アベレージも147キロくらい出て、まあまあ、球に力がある選手ではあるんですね。で、今季の2軍成績見ていきましょう。5登板で11イニング、0勝1敗、防御率 2.45、奪三振率 10.64、KBB2.17 という成績でございます。はい。まあ、こう見るとね、悪くはないですね。しっかりと三振もやっぱ取れてますし、まあ、たまに力があるんだなっていうのが成績見てもわかるんですが、まあ、ただね、こう、明確にめちゃくちゃいい成績っていうのを2軍3軍で残しているわけではないんですよね。で、年齢的にもですね、26歳、まあ、来年27歳になってしまいますので、まあ、やっぱこう、ポテンシャルはね、高いっていうのは間違いないんですけれども、まあ、年齢的にもですね、そろそろこうタイムリミットにはなってきてしまうのかなっていう感じはしますよね。まあ、なので、ダニエル選手をずっと抱えていくよりですね、まあまあリリースして他の選手をっていうところにもなってくるのかなっていうふうに思います。まあ、ただ本当ね、力強い球を投げる選手なので、まあ今後ね、伸びしろが、まあ楽しみな選手だなっていうふうには思うんですけれども、まあね、今回巨人をリリースということになってしまったので、まあ再び NPB でやるっていうのはちょっとね、ハードルは高い感じはするんですけれども。はい。では次が最後ですね。見ていきましょう。はい。では5人目ですね。最後は鈴木優選手、プロ8年目になります。彼も育成選手ですね。出身地は東京都、1997年2月5日まで25歳、181センチ、81キロ、ポジションピッチャーで右投げ、右打ちの選手です。2014年ですね、ドラフト9位指名でオリックスに最初入団いたしました。今季年俸500万円、昨年は950万円ですね。はい。鈴木選手はですね、オリックスに入って、で、まあ1軍でもですね、ちょこちょこ投げてはいたんですよね。2020年には13登板、昨年の2021年には11登板ということで、まあ期待されていた選手なんですけれども、まあリリースということになってしまいました。で、今季ですね、巨人に入って2軍成績見ていくと、5登板で6イニング、防御率 4.50、奪三振率 9.00、吉球率 7.50、KBB1.20 という成績でございます。ます。はい。まあ、やっぱ2軍でね、鈴木選手もなかなかこう、登板機会っていうのはなかったのかなというふうに思います。まあ、3軍でもね、まあ悪くはないんですけど、こう、抜けたピッチングっていうのは、まあ正直ね、していなかったのかなっていうふうに思います。やっぱこう、たまにね、力っていうのが、まあ、球速から見てもね、そこまで感じられないのかなっていうふうには思いますし、こう、もう1段階ですね、成長してくれる姿っていうのを期待していたんですけど、まあ1年間ではそうはいかなかったのかなっていうふうには思いました。まあ、あとはやっぱね、課題の請求なんていうのがありますので、まあ、そこも克服できなかったのかなっていうふうに思います。オリックス時代からですね、やっぱまあ請求なんであったので、こう、いいものは持っているんですけど、それを 100% を出し切れなかったっていうのはあるのかなっていうふうには思いますので、まあ、巨人に来てもね、まあそこは、一緒だったのかなっていうふうには思いますし、まあ、他球団からですね、育成選手拾ってきて、まあ、1年間で戻りにならなくてリリースっていうのは、まあまあ当然の流れっちゃ流れなのかなっていうふうには感じますので、まあ、厳しい、ようなんですけれども、まあ、ある程度は仕方ないのかなというふうな感じはいたしますが。はい。というわけで以上5選手でございました。最後ですね、まとめて終わりましょう。はい。ではまとめていきましょう。今日ですね、戦力外あったのが、支配下は0人ですね。で、育成選手5選手、ウレーニャ、黒田、伊藤海と、ダニエル、鈴木優。この5選手がですね、戦力外と、なりました。こう見ると、支配下っていうのは今回0人ということでございました。発表されたのが育成の選手ということで、まあやっぱね、巨人的には去年と、まあ、似たような感じになるのかな。まあ去年はね、こうペナントレース中っていうところもあったんですけれども、まあ育成選手と、あとは一人松井選手ですね、が切られただけで第一次戦力外通告っていうのは終わったんですよね。で、第二次になって、まあ大量に育成落ちっていうのがあって、まあ戦力外になった選手もいたということになるので、やっぱまあ今年もそんな感じにもしかしたらなるのかな。まあまあもうペナントレースは終わってるので、まあ一時で追加でね出してくる可能性もあるんですが、期間が短いので、そう考えるとやっぱドラフト終わった第2次に大量にやっぱ育成落ちに、今年もしてくるのかなっていうふうには思いますね。まあね、こう巨人ならではのね、ところかなっていうふうには思いますが、まあある程度ですね、こう覚悟はしておいた方がいいのかなっていう気はしますし、去年もね山下選手がまあ出ていって、まあ結局ねもらい手はなかったんですけど、まあ今シーズンももしかしたらこう育成からまあ他球団にまあまあ一石を模索する選手も出てきてもおかしくはないのかなっていうふうに思いますので、まあその辺も含めて要注目かなっていうふうに思います。で、今日は以上ですね。良ければコメントの方いただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。